NPO 法人札幌カラス研究会中村です。2021カラスの繁殖を語るシリーズ、ですね、ここはおそさんすごく早くに放卵始めて、楽しみにしてたんですけど、やっぱりですね、ここ 2,3 日あったかいんですけど、その前私もすごく寒かったし、なんかすごい雨降ったりね、風強かったりしてて気にはなってたんですね。ちょうどひなが孵化してたはずなんですけど、昨日はね、撮った時いたと思うんですけど、一昨日は確実にいたんですよね。なんですが、今日今見たら、今いなくって、もう巣の中がちょっと何でしょう、浮き上がってるというか、壊れてきてる状態ですね。おそらくブト、まだね、縄張り持ってない若いブトたち結構うろうろしてますから、巣に執着するので、それでちょっとごちゃごちゃやっちゃったのかなと思います。で、ボソさん、今日はね、なんかこの日にちょっといないんですね。いるとは思うんですけど、どうでしょうね、サイエンスはね、厳しいかな。去年の場所とかにまた戻るかもしれないし、わかんないんですけど、こんな感じですね、大体ボソさん、ゴールデンウィーク北海道の場合ね、すごく冷え込むんですね。でちょうどその頃にボソさんってヒナがいてまだ裸な状態なので、やはり体温管理が非常に難しいんでしょうね。それでこうやってダメになっちゃうことがすごく多いんですよ。だからね、その巣があるからとかこれじゃなくて、ちょっと様子見てね欲しいなと。特にボソさん失敗する率高いと思うんですみたいな、始める時期が早いので、どうしても寒いのにぶつかっちゃうし、葉っぱがない状態だと放卵するのと、葉っぱがこうある状態だと全然違いますので、そんなんでボソさんって本当条件悪いですよね。北海道のボソは別に早くなくてもいいのかなって気もするんですけど、これはしょうがない話ですね。というわけで、ボソさん一つダメになりました。それではまた。